皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はですね、バッグの中身紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、島村さんから発売されたバッグ、こちらのリュックと、あと私が最近使っているボディバッグを、のバッグの中身紹介をしたいなと思うんですけれども、今回のバッグは1泊2日、まあ、よく私も撮影などで大阪に行くことが多くて、割と1泊2日で行くことが多いんですけど、1泊2日の大阪旅、旅というか大阪出張の時のバッグの中身紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、まあ大体ね、こう大きいボストンバッグを持っていくことも多いんですけど、最近はリュックスタイルで両手をね、開かせていったりとか、あと最近こう流行りのボディバッグ、私も前回も作らせていただいて、今回も作ってるんですけど、めちゃくちゃこれ両手が開くので便利で、こちらのバッグもね、遠征に必需品、最近の必需アイテムになってるんですけど、こちらの両方のバッグの中身紹介をしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、今日のお洋服紹介なんですけど、今日は珍しく私ピンク女ではあるんですけれども、ちょっとブルー系のお洋服を着てるんですけど、こちらメロディーバスケットさんと私のコラボのお洋服になります。で、今回はね、見ていただくとわかるんですけど、クマちゃん柄です。クマちゃんとかバラとかお花を持ったね、クマちゃんが描かれていて、前開きになってるんですけど、まあ、別のね、お洋服だったりジャンスカとかいろんなパターンが出てて、めちゃくちゃ可愛くてすごいお気に入りです。じゃーん、こんな感じ、可愛いですよね、めちゃくちゃ。はい、でちょっとブルー系のお洋服なので、バッグもブルーのボディバッグ、これね、こういう風に持てるのがめちゃくちゃ楽で、で、ちなみにこれは、ストラップがついてます。これ取り外しできるので、別のバッグとかにも付けられます。こんな感じで、持てるのめちゃくちゃ楽なんですよね。ボディバッグも使っちゃうと、本当に他のバッグ持てないっていうぐらい、本当に楽、両手が開くのでね、まあ、リュックとかもそうなんですけど、はい、ということで、まずはこの中に、これとね、まあ、大阪遠征はあとリュックで行くという感じで、まあ、荷物はね、まあ、いつも多めなんですけど、特に1泊2日の遠征だとより多めになってしまうので、そちらの、だからいつもよりもまあ多いという感じで2個持ちになっております。ではまずこちらのボディバッグからご紹介していきます。はい。ということで、まずね、中、じゃじゃーん。オーガンジーみたいな感じで、ちょっと夏っぽい雰囲気もありつつ、すごく可愛い感じなんですけれども、この中はちなみにね、チャック付きポケットが1個と、あとオープンポケットがこっち側に2つついてるので、めちゃくちゃ仕分けしやすいんですよ。で、あのボディバッグってすごい中身がね、こう、まあ、こういう風に持っているとして、すごい見やすいから、すぐ取り出しやすかったりとかしたり、あとなんか物とかも落とさなかったりするので、めちゃくちゃそれでも使いやすいんですけど、まあ、この辺にはね、すぐに取り出しやすいものを入れてます。まず、まあ、大事なお財布、これね、最近というか、まあ、自分のお誕生日プレゼントに買ったシャネルのお財布です。じゃーん、なんか私カードが多くてなかなか閉まらなくてですね、もう本当にこう、まあ、三つ折りのお財布ではあるんですけど、なかなか閉まらないんですけど、一応これを持ってます。充電器系をこの中に入れてます。で、この中には、充電器ですね、充電する本体のものティーちゃんなんですけど、これはね、中国のメイソーっていうところで買ったんですけど、これと、あとは充電器、私はスマホでよく動画編集をするので、充電器は2つ持ち歩いてます。で、充電器系はこのボディバッグに入れてます。あとはスマホです。じゃーん、ちなみに今の私のマイセンのね、
とんかつにしてるんですよ。はい、こちらスマホケースはAmazon で買ったマイメロちゃんのちょっとなんか古い感じの携帯みたいな感じのスマホケースですね。で、iPhone は私は15 Pro 使ってます。はい。と、あとはちょっと見えちゃったかもしれないんですけど、遠征の時は、まあ、新幹線に大阪だとまあ2時間半とか乗るんですよ。で、お腹空いちゃうので結構お菓子を持っていくんですけど、最近ハマってるというか美味しいなぁと思ってるのが、手塩にかけたこだわりの美味しさ、だし塩のおせんべいです。これを入れてます。やっぱり夏はね、塩分取った方がいいなっていうことで、チョコレートとかは溶けちゃうのであんまり夏持ち歩けないので、結構まあ、チョコレートとかも大好きで持ち歩くんですけど、夏はやっぱりおせんべいとかそういう梅干しみたいなものを持ち歩いてます。あとはこの辺の化粧品ですね。じゃーん。最近のおすすめ化粧品、これはなんかすごいバズってたクレドポーボーテのフェイスパウダーですね。すごいなんかやっぱりお肌をね、ワントーン明るくしてくれたりとか、すごい私どうしても汗かくとどうしても毛穴が見えちゃうんですけど、それを抑えてくれる効果がある、こちらのクレドポーと、あとこれフラワーノーズのリップ、今つけてるんですけど、めちゃくちゃ発色がいいんですよ。可愛いの、色味がちょっと大人っぽい、こうオレンジピンクみたいな色味で、しかもパッケージがね、本当になんかロリータ心をくすぐるやつですよね、これ。はい、パッケージ、こんな感じのパッケージです。めちゃ可愛い。リップとか、あとフェイスパウダーは、まあ、すぐに直したい時にのために入れてます。あとはヘアゴム的なものっていうか、これクリップなんですけど、ピンクハウスさんのも入れたりとかしています。ボディバッグの中はこんな感じです。結構ね、これ大容量に入るんですよ。ちなみに両方に日傘とか、あとペットボトルとかもボディバッグの中にね、遠征じゃない時とかは入れちゃうんですけど、もう余裕で入っちゃうので、ペットボトル、これもね、私が大好きなシャルドネストレートティーなんですけど、ファミマで売ってるやつ、これ600なんですけど、これもねしっかりと入っちゃいます。あと日傘、この日傘は島村さんとのコラボのやつです。はい、これもこんな感じで入っちゃうので、まあとそのまま行くときというか、一泊二日じゃないとき、バッグ一個のときは両方これも入れてます。もう夏の必需品といったらドリンクと日傘っていう感じではあるんですけど、これもボディバッグに入れてることが多いです。今日はね、遠征の時なので、このリュックの方にね、重いものはリュックの方に入れてるんですけど、はい、こんな感じでボディバッグはこんな感じです。すぐにね使うもの、お財布、携帯とか、あとちょっとリップとか、あと顔を直すっていうものを入れてることが多いボディバッグになります。めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ。ブルーね、すごい可愛いですよね。今回ブルーのお洋服メロバさんでも作ってるので、ちょっとブルーで合わせてみました。はい、続いてはリュック、めっちゃ可愛いですよね、このリュック。もちろんサイズ調整もできます。島村さんとのコラボのリュックで、背負ってみるとね、こんな感じになります。見えるかな。はい、こんな感じで、やっぱリュックはね本当に楽なんですよね。だから本当に使いやすいという感じにはなるんですけど、これね、デザインとしてはここにもまあ追っかけ持つことができるんですけどね、ここに大きなリボンがついているのと、両サイドにもリボンがついてます。これグログランリボンがついていて、両サイドにポケットになっているので、飲み物ですね、これ600のペットボトル、あとは日傘、これは島村さんコラボの日傘です、をポケットに入れることができます。なので、まあ、すぐね取り出しやすいもの、日傘とかはすごくすぐに取り出すと思うので、日傘とかドリンクとかはこのポケット、両サイドのポケットに入れとくとめっちゃ取り出しやすくて安心。はい、で中なんですけど、こうキュッとね縛るようになっていて、
これをこういう風に開けていただくとめちゃめちゃ入ります。これ本当にね、まだまだ入るんですけど、まあ、入れすぎると重くなりすぎちゃうのでちょっと規制をしつつですね、いっぱい入ります。もちろん A4 サイズとかも入るので、はい、これが A4 サイズの、まあ、A4 サイズのものなんですけど、ここにねキュッキュッと入れることができます。こんな感じでね、でキュッと締めることができるので、通勤通学にも使いやすいバッグかなと思います。じゃん。はい、でこの中なんですけれども、まずこの中には翌日のお洋服を入れてます。今回入れてるのはメロバスさんとのコラボの、じゃーん、ワンピースね、これブラウンもあるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか？なんかちょっとこう雰囲気がね、可愛らしい雰囲気になります。じゃちょっとピンクの花柄っぽくなっていて、ちょっとアンティーク感があってめっちゃ可愛いんですけど、こちらですねとを入れてます。やっぱり翌日もね、着替えないと、最近汗かくことが多いので、はいと、はい、こちらリファーの櫛ですね。こっち鏡になってるんですけど、結構髪の毛をまあ洗って溶かす時とかすごい便利。特にね、最近やっぱり汗をかくことが多いので、髪の毛がベタついたりとか、あとちょっと絡まることが増えたので、やっぱこういう櫛を持っていくことによってすごくね、髪の毛をサラサラに保つことができるということで、ちょっと荷物にはなるんですけど持ってってます。はい、こちら香水、これもね、夏だからっていうのもあるんですけど、これフルーツブーケの香りっていう白の北海道の本店で購入したものになります。すごい香りが良くて、やっぱりこう夏だと汗が気になるので、香水をね適宜振りかけて、まあ、汗の匂いをちょっとカバーするというかをやっていて、結構こういう香水を持ち歩いてます。こういう、まあ、ビニールのやつに入れてるんですけど、まあ、コンタクトだったり目薬だったり、あとファンデーション系とか日焼け止めとかを入れてるものになります。まあ、この中にね、いろいろと化粧品グッズとか、あと基礎化粧品、最近ねすごい良かったっていうか、前も紹介したんですけど、これが本当におすすめ、このミノンのアミノモイストっていうエイジングオイルなんですね。美容オイルになるんですけど、私やっぱり冬、まあ夏でもね乾燥するので、まあ、クーラーとか効いてる場所に行くとどうしても乾燥しちゃったりするので、まあ、乾燥するとね肌荒れの原因になっちゃうから、夏でも乾燥予防ということで、これめちゃくちゃおすすめです。これが結構旅行セットというか遠征セットみたいな感じです。こちらニナスのポーチになります。やっぱりね、撮影で行くことが多いので、割と大容量のお化粧ポーチを持っていくことが多いですね。これニナスさんとのコラボのやつ、島村さんコラボのやつなんですけど、これを持ってってます。結構大容量、もうパンパンに入ってます。こんな感じ、めちゃめちゃパンパン。はい、こちらも入れてます。かわいいですよね。これは充電機につなげて前髪をこういう風にね、これも島村さんから出てるやつなんですけれども、やっぱり夏はね特に汗をかくので、前髪がね乱れることが多いので、コンセントがない時でも使える前髪カーラーというかがはめっちゃ必需品で、これめちゃめちゃ手のひらサイズで持ち運べるし軽いので、これは本当に持ち歩いてます。私はこのねポケットの中に忍ばせていて、すぐに使えるようにしてます。前髪がね本当死んじゃうことが多いので、はい。あとはこちらシャネルのネイルオイルですね。この辺にこういう風にこうつけるんですけど、これエリンコちゃんから誕生日プレゼントにもらったんですけど、香りも良くて、私手が結構乾燥しがちだったりするので、まあ、ちょっと女子力高めにネイルオイルを入れてます。あとはねコテを2つ、これがね一番重いものになります。じゃん、
コテを2つ入れてます。これが19ミリで、こちらが25ミリのコテなんですけど、まあ、くるくるヘアにするときはこの細コテを使って、前髪を巻くときとかはこのビダルサスーンの25ミリのコテ、25か6だと思うんですけど、を使っているので、一応2個持ちで持ってってます。これがね、一番重いかな、撮影のときに使うのにあたって。あとはお薬入れ。みたいな感じで以上になってます。はい、こんな感じで1泊2日の遠征はこんな感じで使ってます。はい、ということで私のバッグの中身紹介でした。特に夏はね、荷物が多くなっちゃうんですけれども、まあリュックを背負ったりとかボディバッグを使ってちょっと軽く持つようにしています。ということで青木美沙子でした。それではバイバーイ。